今年に向けての意気込み、いかがでしょうか。そうですね、1年間試合に出て、優勝に貢献できるように頑張っていきたいと思います。そして、つば九郎が今ちょっとそわそわしていますが、去年コラムで鬼コーチ3人よりもグッチの存在がチームにとっては大きいと言ってきましたね。なんか言いたいことは、34歳のおじさんが必死に頑張っていたのでという、つば九郎の愛のあるメッセージ。はい、感じますね。そうですね、まあ、あまり目立たずちゃんと貢献していきたいと思います。はい、今年もチームを引っ張っていってください。はい、さあ、続きまして、